敵の操作パネルはどこだ。こちらです。外の状況は？逃げ遅れた部隊がまだシェルターに向かってるわ。あとどれぐらい待てる？わからない。でも急がないと中の空気が抜けてしまうわ。もういい、早く閉めろ。何言ってるんだ、あんたの部下だろ。だから言ってるんだ、軍人なら最初から死を覚悟している。まだ大丈夫だ、もう少し待ってやれ。ダーパの指図は受けん。になったと思ってる。今さら失敗は許されん。だからって仲間を見捨てるのか。言ったはずだ、目的のためなら手段は選ばん。それが俺のやり方だ。先に行っててくれ、俺は後から追う。この高速エレベーターに乗れば敵の拠点はすぐそこです。本当にこんなことが不況の特効薬になるとお考えですか？それは歴史が証明してるわ。サンフランシスコ犠牲にしてでも。それは想定外だったけど、多少の犠牲は必要経費ね。今さら後には引けませんよ。勝つためなら手段は選ばない。じゃああなたに任せるわ。了解しました。ここだ！ようやくここまで来たわね。あと少しよ。作っといてなんだが、コロニーがこんなにでかいとはな。ここからはすぐ近くに待機してるわ。頼りにしてるぜ。バンズはまだか。まだ下の部屋にいるみたい。こんな時に何やってやがる。ちょっと待って、バーンズは一人じゃないわ。増援部隊と合流したのかしら。核兵器を閉めたのか。確かにおかしいわね。今は目の前の敵に集中しよう。ここからは敵も必死に抵抗してくるはずだ。そうね。バザードの左手に銃座のある火星があります。よし、そこを押さえろ。
装占拠しました。よし、ユーザーで応戦しろ。開けるわ。頼む。2台のレーザー砲が邪魔ですみません。爆弾を仕掛けてくる。ちょっと待っててくれ。了解。親切にどうも。
はい。爆破成功だ。こちらに向かいます。後方より敵が接近中。任せろ。大丈夫です。前進します。2階の扉前で合流してください。揃ったら奥への扉を開けます。了解。了解です。この先にも行ったことはあるのか？ありますが、現状の様子は分かりません。十分助かるよ。エレナ、敵に関する情報はどうだ？徐々に電磁波が強くなってきてるわ。どこまでサポートできるか。おいおい、マジかよ。やれるだけやってみるわ。頼む。開けるぞ。まず戦闘態勢を整えろ。扉の向こうに敵がいるかもしれん。準備完了だ。開けてくれ。了解。よし、中に入るぞ。気を抜くな。どこから来やがった。方角迷彩だ。気をつけろ。周囲の周囲を確認すれば大丈夫。簡単に言ってくれるぜ。扉を開けてくれ。この先がコントロールルームです。エレナ、マップはどうした？この辺りは電磁波が強すぎて画像を拾えないわ。サン、今どこだ？コントロールルームの手前にいる。あんた何やってるんだ？ちょっと敵の待ち伏せに手こずってる。分かった。あんたの部下を行かせる。頼む。ダニエル、全員連れてバーンズの支援に向かってくれ。まさか一人で進むつもりですか？こっちは何とかする。あんたたちの大将が危ないんだ。早く行け。了解。
行くぞ。海兵隊はどうした？今は一人だ。近づくな。ホワイトハウスは信用できないと言ったはずだ。なぜ軍と行動している？博士、よし止めたぞ。今回は死んでいった仲間への弔いだ。マイクロウェーブの照準はモスクワに変えさせてもらう。大統領もグルなのか。不況に蝕まれた今のアメリカには特効薬が必要だ。それが戦争ってわけか。そんなことのためにサンフランシスコ、より多くの国民を救うためだ。残念だがこの端末で照準を変えることはできない。知らないとでも思っているのか。マイクロウェーブを操作すれば変えられるはずだ。直にな。そんなことを黙って見逃せるか。そうか、じゃあ欲しけりゃ戦うことで勝ち取ってみる。これが戦場のルールだ。
た口をかけようとしてるの。あのパネルを操作させないで。了解。生き残れるか。